なんで、うん、ガルさんとマッチさんが仲悪いのかとかドラゴン広い日に決まった時、はい、ぶん殴ってやろうかと思いましたそのプリンターが壊れちゃって出せなくなった。はいはい、そういうことです家庭という名のプリンターが壊れた。この企画はゲストとともに思う存分打って語って飲んでもらう企画です。それでは回転スロットマンスチェーン。やったー。今回ゲストに塾長さんとマッパチの2人に来ていただいてます。まずですね、塾長さんにアントニオ猪木の方を打っていただきまして、はい、飲んで歌って、はい、いただければ。飲んで歌って、チン出してってことですか。違います。P が入りまくりますので、今日は、はいはい、ガルドさん、はい、ついての思い出ってありますか。まあ、当時話題性もあったんで、結構打ってたんですけど、それ以上にね、この塾長が好きで、ダーダーシャーとかすごい騒いでた印象があってそっちの方にがもう上塗りされた感じがね、うん、ちょっとしてますね。なるほど、はい、印象もなんかイコール塾長みたいなイメージがあるかなって感じですね。はい、さんでしょう。ですね、これは今回は、という名の、まあ、初代ですね。うん、僕自身はね、どちらかといえばその自作の自身、猪木自身の方がまあいろいろとちょっと由縁がありまして、まあ、その辺本編の方にちょっと語らせていただこうかと。はい、なるほど。はい、白木さんどうでしょうか。僕はですね、一番設定6で勝てなかったので、多分設定6でマイナスだった終始だと思います。っていうぐらい、はい、今っぽいというか、噛み合わないと本当に勝てない。広角じゃないと何もできない。そう、なんかね、できる気がしない、うん、できない感が強い。なんかこのここら辺の6って定格、広角関係なく、うんうん、いけるっていう ATP が多い時代だったのにもかかわらず、こいつは違った、ね、オリンピア系は特に多かったですね。そうですね、そうよね、ゴルゴとかもそうですし、ね、結構ね、ちょっと辛めなイメージがありましたね、はい。なんで、まあ、イケイケの時はもう止まらないけど、うんうん、確かにっていうそのバランスというか、うんうんうん、あれがありすぎて苦手な台だっていう印象をしてますね。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ本編では塾長さんにいっぱい語っていただきたいと思います。はい、はい、せーの、パチパチ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、さあ、さあ、俺だけションペン入ってたじゃないでしょう。じゃない入るわけない。お酒飲まないですよね、あんまり。そうですね、僕家の冷蔵庫にお酒入ってないですし。すげえ、すごい。アイスコーヒーとお茶とそんだけですね。なるほど、なんか今なんか変な、さすがにションペンは入ってないですよ、うちの冷蔵庫に、入ってないですね。まあ、まず塾長さんの謎いや、僕は塾長さんの情報ってあんまり出てないです。いや、俺はどうなんだろう。いや、どうだろうね。情報っていうのは、例えば何系の情報ですか。例えばですね、なんでこんな金持ってるのとか。ああ、はいはい。いや、金ないっすよ。よく、どの口が、どの面下げてそういうこと言うんですか。いやいやいや。なんで、いや、その会社を立ち上げたのとか。ああ、会社立ち上げたのは税金対策ですよね。ごめんなさい、音もないこと言っちゃった、言っちゃったけど、もちろん分かるんですけど、なんだろう、まあ、普通のパチスロライターさんって、はい、うん、まあ、結構音楽やってる方も多かったり、はいはいはい、あの頃の時代のライターさんって、うんうん、あんまりそうおしゃれな方がいないんですよね。ああ、まあまあそうです。まあ、だからそういったイメージで考えると、うん、マッパチさんってそういうイメージ、うんうん、キャラクターがあって、うん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 、で、あとは、あとって言っちゃいけないですね、あとって言っちゃいけない、まあ、あとはもうあとですよ、まあ、まあ、言ったらマッパチあってのガイドで、はいはい、あともうドラゴンヒロイスとか、五島とか、もうウイスとか、クズみたいなライターしかいないですから。いや、言うわ。いや、それでまあ、うちにね、よく出演してる檜山さんとか、あいつはもうゲのゲですけどね。なんかいわゆるそのパチンコ屋さんにいる、はい、その洋服がダサいし、洋服ダサいし、まあ、やから系っていうんですか、なんていうんですかね、ちょっとそのシャレっぽい、はい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 、イメージだったんですよ。いや、実は違うかもしれない、僕、読者
の時の話なんで、それはもう昔からは。俺そうですね、ちょうどでも僕52歳じゃないですか、はい、高校生の時に DC ブランドブームがありまして、はい、で高校がまあ私服で共学だったんで、もうそれこそ学校高校にみんなワイズとか、まだ幼稚園は持たなかったんで、ワイズ、ギャルソン、うん、もうパッシュ、はい、アストンボラージュ、もうファッションショーみたいな感じで、でまあそこほらついていかないとっていうのがあって、うん、そのあたりからみんな結構やっぱり気になりだしたんじゃないですかね。おしゃれになる土台がね、学生時代、学生時代、まあ例えば俺らとか制服だったからおしゃれもクソもない、そう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 、そこでまあ多分ね、おしゃれのスタートが早かったっていう。そうですね。でまあ渋谷も近いしっていうかね、まあ、まあ、あの辺遊び行ったり、東京っていうのがやっぱでかい、東京ね、俺とか広島、ね、まあ、広島だな、おしゃれしてもね、もうボンタンぐらい広島のおしゃれってボンタンですか、モンペとね、モンペそもそも時代がね、あのバブルのど真ん中だったっていう。そうかもしれないですね。91年の5月でしたっけ、はじけたのは。一応はじけたのは91年で、ジュリアナのちょっと前ですよね、うん、あ、だから、あ、前じゃない、後か、だから、うん、だからその頃はもう成人してましたしね。なるほど、うん、だからまあなんかそんな時代だったんですよ、やっぱみんな丸いのパチンコ屋になんか誰も並ばなかったけど、丸いのスパークリングセールに徹夜でみんな並んだり、すごかったね、パルコとかね、うん、そういう時代でしたからね。ハウスマヌカンっていう、そうそうそう、そんな言葉ありましたよね。死後だよね。死後ですね、完全に。でもまあここのチャンネル見てる方々は知ってますね。まあドストライクですね。ドストライク、そうですね。ショップ店員ってなんだよって思いません？ショップかぶってんじゃねえか、ショップと店でっていう、なんだよそれって。確かに、あれなんか俺滑った感じだ。いやいやいや、そうだなと思って、受けを狙っていったわけじゃないんですけど、そうだなっていうのは普通に、はい、あ、そうだな、はい、納得した感じ、はい、珍しくまともなこと言う、はい、ならいいですけど、ならいいですけど、まともなこと言うからびっくりするじゃないですか。何か掘り込んできてほしいじゃん。そんなこと言うからびっくりする。ふざけてればいいだね。お父さん、はい、ツルパゲのキヨシですね。なんかそのお父さんが就職の世話をしてくれたっていうのが、ああ旅行の仕事をやってて、はい、うん、そうですね。今じゃあもうね、そんなとこ就職したらすごいっていうような、まあ、今は大変ですけど、今大変ですよ本当に、っていうような、まあ、うん、まあまあコネ、コネでしたからね、うん、すごいですよね。だからそういうコネがある方だったんですよ。いやいや、もう歯のねおっさんですよ。そういう話じゃねえよ。昼間から酔っ払ってロックスの前にある自転車ガーン倒して本当って夜更かしとかですけど、ね、そうですけど、いやいや、もう全然全然、もうなんか一台でこうなんか自分で会社を起こして、はい、でもうやめろって言ったんですよ。もう年なんで、高齢なんで、まだやってるんで、はい、もうやめろって言って、言ってますけどね。でまだ旅行業界でっていうことなんですか、お父さんは。そうですね、もうでも半分リタイアしてんのかな。退役軍人みたいな顔してましたよ、この間だったら。あのベトナムから帰ってきたランボーみたいな目してで、まあまあまあ、本当それでそこは蹴って、ね、俺ね、最初全日空紹介されたんですよ。はい、で全日空行けよって面接の日にすっかり忘れて、俺白浜で女の子ナンパしてて伊豆で、はい、でもう白浜ですね。もうえらい剣幕で怒られて、もうお前には就職世話できないって言われて、じゃあまあとりあえずオーストラリアに行けるなって、オーストラリア行ったら、うん、あのちょっと JAL に面接行けって言って、で JAL 行って面接してもらって、そこで JAL はコネ、コネです、全部コネ、それも、うん、どうしようもないもうバカ息子でした。勉強できなかったですしね、大学行ってないし、専門学校出ただけなんで、旅行と英語の、大学行ってないんだ。僕行ってないですよ、大学。そうね、だから大学ノート買いに行くとお前には売れねえって言われますよ。そう、文房具屋行って大学ノートください。はい、いや、でも行きたかったですけど ね、うん、ね、すごく、うん、でもそれでまあ就職してパチスロやるわけじゃないですか。そうですね、そこの間って結構後悔してます。 なんでそのライターになったのかみたいな。ライターになってたのは結構言ってるかな。俺たまたま知り合いに、はい、山佐のね、偉い、まあまあ偉いやつがいて、はいはい、そいつが、まあ、一緒に昔アルバイトしてた仲間なんですけど、うん、はい、そのが来て、で岡山勤めたっていうのはしてて、はい、で俺東京に来てるから会社に遊び来ないよって言われて、うん、それで山佐だって分かったんですよ、会社に行って。ああ、それまで知らなかったですね。そうそうそう、で、おなんで山佐なんだと思って上がってったら、佐藤君っていう
まあ、当時の、まあ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 偉い子なんですけど、うん、でその子を紹介されて僕の友達から、うん、僕の友達はその佐藤君の上の子だったんですよ、はいはい、でしたら佐藤君、俺知ってるよってもうガイド読んでるからって話になって、うん、したらあじゃあ今日よかったらあの M771 の志田やってるから、はいはい、取材で沖ひからさんと、うん、八木くんっていう編集長と金髪バカピアスが来てるって言われておい、はい、俺がバカピアスがいるからちょっと紹介するよって言われて、はい、で会ってでなんかメールアドレス交換して、はい、でそれでなんかちょいちょい遊ぶようになってしたらその佐藤くんって子は今度ウイチとも仲良くて、うん、でウイチのなんかバトを応援に行こうって言って行ったりなるほどでなんか外堀からね、でもうお兄さんも俺会う前に会ってた入る前に取材の時に、うん、その M771 でショールームで取材をしてたわけですよ、うん、でそこにあの、まあ、ガイド読んでるんだったらガイドのやついるからそうそうそう来れば入ればっていう感じで、はいはい、一般人なんだけど入ってたわけですなるほどなるほど俺はそこであどうもってなって、はい、で私服だったんだけど、はい俺はメーカーの人が連れてきてるから、メーカーの人だと思う。ああ、また。アロハ着てたんですよね。そうそう。で、ああ、どうも。で、だから逆にすげえ偉い人かと思っちゃって、はいはい、私服だから。はい。あの、アロハだから。はい。で、おはどうもどうも、なんかって感じで、はい、ここで、まあ初対面っていうか、はい、初対面して、はい、で、まあさっき言ったように、知り合いになって、で、はい、で彼があの青山、ああそう青山のクラブで DJ をやって、うん、そうそうそう、ちょうど会社辞めてパラパラしてる時期だったんですよ、うんうん、半年ぐらい、そうそうそう、うん、でそのそこに飲みに行ったりしてたんですよ、はい、そうそうそう僕のところに、最初敬語だったんですよ。会って30分ぐらいは。ウイチもそうです。ウイチも会って30分ぐらい敬語だったそれに。はい。そう、それでなんか一緒にで DJ やってて、うんまあ、俺は客として飲んでて、うん、そうそうそう。で帰り家連れてってもらって連れて帰ってもらったりして、うん、車、うん、そうね。送ってもらったりしてそれでなんかあのアバラやな。アバラやじゃね。ラリアット一発でぶっ倒れる家な。今は住んでねえ。今は住んでねえよ。下宿って呼んだよ俺心の中で心の中で下宿って呼んでたけどまあでもそれでいろんなライターとも仲良くなるそうですね、はいはいうん、でなんかマッパチで最初シングルを出すっていう時にそうそうそう出すでうち その俺が DJ やってる店で、うん、なんかイベントをやるっていうんで、はいまあ、それが関さんとかそうだね、うん、ちゃんと喋ったのはそれが最初なるほど何系の DJ ですか僕はダンスクラシックっつって80年代のあれから、うんはい、あとヒップホップ90年代ぐらいまでなるほどなるほどやってましたねずっとまあ、ソウルミュージックとかそうですね、あの辺が古典系、ね、好きですね、はいはい、全般的に、うん、バリバリアナログの頃ですねそうです、家にもだからあのターンテーブルとレコードバーっと置いてありますね、うんうん、見てもね、うまいんですなるほど音楽やられてる方多いですよね、うん、この業界ねバンドは諦めましたあ、やってたあやっぱクリエイティブなら無理だなと思って人が作ったものをこうっていう感じになりましたね、うんまあ、クソみたいな人生ですよ大概そうじゃないですかこの人ほどクソじゃないですけどどこどの基準でそれにしてるのいやほらそのキャラ作りってお互いの、いつから始まったんですかどうですかキャラ作りキャラ作りっていうかそう関係性みたいないや俺はでも最初はずっとガルドーさんには、はい、ここがよくピクピクするんですよガルドーさんは誰でも言わない誰でも指摘しないんですけど、はい、ガルドーさんイライラしててここピク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 するんですよ、はい、俺あれを見るたびに結構ビビってたんですけど、はい、もうあの番組をね一緒にやろうっていう風になった時に、はい、ガルドーさんとはその時にもう俺はもう遠慮するのやめたって言ってなるほどだからもう10年ぐらいこんな感じでしょ先輩後輩のがぐちゃぐちゃになったのはだってそう俺のが年上ですしねそもそもね、うん、お前敬語使えよどうしてよお前後輩だろなのっていうやり取りがありがとうございましたってつかみができるようになったんですねなるほどみんな優しいんでいじっても、うん、怒んない関さんもそうだし、うん、お兄さんもやっぱりなんかいじっても怒んないから、うん、いつか言ってやろうと思うんですよね収録で一緒になったらお前どうなんだよってね、大崎さんとアニカツさんと酒井さんには言いたいですねこれやめるまでにまあじゃあ割と僕あんまり関係は変わんないしで僕そもそもこの仕事入って、うん、最初なんかこう原稿書けないで最初データ取りの仕事とかばっかりやってたんですけど、はい、その時にお兄さんとガルちゃんが
その営業みたいなのは、まあ、営業ですよね、今言う、うん、今で言うその来店の走りですか、うん、そういうのやってて、でなんか呼んでもらってて、それでで、ああよかったっていう、うん、最初だって俺給料3000円でしたもん。リアルなんですか？ガイドの振り込みの、今部屋にまだ貼ってありますけど、はいはい、3000円でそこから振り込み手数料引かれて源泉転廃引かれて2000何百円でした、はい、でそんなんで、まあでもほらサラリーマンの時の蓄え多少あったんですけど、はい、いやだなこれ儲かんねえなと思ってたら、そういう仕事を振ってくれるようになって、あなるほど、もう感謝してもしきれないですよね。なるほどなるほど、本当もう感謝されたことない。いやもう、いやもう関さん俺関山町方面に足向けて寝たことないですよ。もうガラ山町方面には毎日寝るときペッて唾吐いてから寝ますけど。で、あの頃さ、もうなんかよくイベントにしてるとき、あのマッパチのバーターでどこそこに行きますとか。そうバーターで、あそうバーターですよ、だからバーターとか呼んでもらったんですよ。そういうことか。え、じゃあそれって某冷やまちさんの話になるじゃないですか。あ、はいはい、じゃあそこを今日は掘り下げるっていうテーマですか。え、まあ、いい、だから冷やまと俺と、うん、あの頃呼ばれた、あとウイチとか田中とかは、だからそのマッパチのイベントにちょっと盛り上げ役として、ね、まあ、要はマッパチ軍団がやってくるみたいな、うん、そうそうそう、当時景気良かったんで、うん、ライター3、4人寄ってもっていうのがあったんで、そう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 、マッパチプラスライター陣がガーッと店に来るよっていうので、そう何か誘った、その他ライター陣ってすごい聞こえがいいですけど、単なるバーターです。なるほどバーターです、バーターとして行ってた。でもあれがあったから助かりましたよ。いや、まあなんか相当ね良かったみたいな、原稿料で稼ぐ、あの食っていけるようになるまでの間結構助かりました、ね、えそれで檜山さんの話はしていいんですか。どんな話、いや、いいじゃないですか。いや、もうやっぱ期待してる方が多いんですよ。あ、そうなんですか。やっぱそのなんで、うん、ガルさんと、うん、マッチさんが仲悪いのかとか、まあ、今度俺のとこ来店と聞きに来てくれたら全部言ってやるよ俺。それはじゃあお蔵入りということですね。いや別に大丈夫よね。ただ悪いことをしてちょっと檜山があの辞めたんですけど、辞め方があんまり良くなくて、はい、でそれで紹介したのはガルちゃんなんですよ。そうです、ね、ガルちゃんがガイドに紹介した。だからガルちゃんは顔にドロール塗られたと、はいはい、で向こうは知ったこっちゃねえよ、はい、でそれで、50年ぐらい口聞いてなかった。そうですね、50年ぐらいは聞いてなかった、ね、そうね、50年は口聞いてなかったね。ガルドさんもへそ曲げると大変だから、はいはいはい、すごい親友で、またけってカメラマンいるんですけど、はい、すごい親友なのに2年間口聞いてなかったですから。面倒くさい役なんですよ俺が。俺が、あ、でもその自覚はあるんだね最近ね。いや、めんどくさいと思うよ、うん、俺超めんどくせえってみんなに言われてますよ、うん、俺。あ、そうなんですね。あの毎月行ってるあの松本の、はい、あのホールでも条例にあいつめんどくせえって陰口叩かれてますから。なんだよ、全然違うじゃないか言ってること。あいつまたニューパル逃げたよ。逃げてねえよ、攻めてる。確かに N ニューパルだよ。まあ、めんどくさいけど、でもあの褒めたくないですけど、こういうところでは、はい、意外と優しい、意外とでもないですけどね。いや、だからあのボランティアとかほらああいうのやったりね、うんうん、してるからあれなんですけど、すごいですよ。だから僕なんか、うん、今年の1月1日にポスト開けたら、うん、年賀状入ってましたからね、うん、マジですか。はい、あ、俺そう、あ、年賀状送りました本当ですか。びっくりしましたよ。えらい、はい、いや嬉しかったですよ、うん、あれはもう天然記念物じゃねえや。本当に塾長さんもね、ここ放送で、塾長さんもね、一時はくれてましたね。一時はなんか家族が仲良かった頃、ね、そう、あの金儲かり始めたら出さなくなってきた。違いますよ、あのいろいろあって出さなくなったっていうのは皆さんご存知じゃないですか、はいはいはい、うちのプリンターが壊れちゃって出せなくなった。はいはい、そういうことですよ。家庭という名のプリンターが壊れた。本当ね、絡み始めた頃、まあ、関西人で昔の人間だからクジラが好きっていう話したら、すっげえ高いクジラの詰め合わせを送ってきて、そうやってこう懐に入ろうっていう、ね、なるほど、ね、当たり前じゃないですか。それ以外に当たり前じゃないですか。檜山みたいになってたまるかって思ってたもん。人のことばっかり言うんじゃないですか。じゃあまあそんな感じで、はい、なんで猪木を選んだの。ああ、なんで猪木、うん、猪木って言うときたい。猪木、俺別にこれ選んでないです、俺。あの猪木自身を選びました、俺。というバカ落ちなんですけど、うん、まあでも僕は猪木ありますよ。
あ、そうなんですか。いやいや、全然どっちでもいいですけど、まあ、猪木が好きでプロレス、今もほらプロレス好きじゃないですか、うん、僕はもう小学校の時にもうアントニー猪木の試合を蔵前国技館に見に行ってて、うんうん、でそれぐらい好きだったんで、もうずっと猪木猪木の人なんで、担当ライターがドラゴン広石に決まった時、はい、ぶん殴ってやろうかと思いました。広石さんは悪くないです。広石さんは悪くない。いや、編集長ぶん殴ってやろうかと思いました。でもそれからドラヒロさんはずっと平和とかオリンピアやられてますよね。そうです。でもこれが最後です。猪木自身は俺が担当でした。あ、そうなんですね。ぶん殴ったまだ覚えてますよ。あの手の力で勝ち取った。いや、大割りの会議の時に、はい、パッと大割り配られるじゃないですか。で、関東で猪木地震って書いて、塾長って五島って書いてあって、ひろしさんが変わってくださいよって言ったのをまだ覚えてじゃあ早速打っていってもらいますけど、はい、ちょっと席の交換をですね、はい、覚えているか。 あ、ビッグか。あ、いた。ビッグでしたね。いたんだ。俺言っていいのか分かんないけど、ビンタされたじゃん、うん、一つも痛くなかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。